朝ましき者、太宰治。こんな話を聞いた。タバコ屋の娘で、小さく、愛くるしいのがいた。男は、この娘のために、飲酒をやめようと決心した。娘は、 男のその決意を聞き、嬉しいと呟いてうつむいた。嬉しそうであった。僕の意志の強さを信じてくれるね。男の声も真剣であった。娘は黙ってこっくりうなずいた。信じた様子であった。 男の意志は強くなかった。その翌々日、すでに飲酒をなした。日暮れて、男はそーろ、タバコ屋の店先に立った。すみません、と小声で言って、ぴょこんと頭を下げた。真実、 悪いと思っていた。娘は、笑っていた。今度こそ、飲まないからね。何さ娘は、無心に笑っていた。勘忍して、ね。ダメよ、お酒飲みの真似なんかして。男の酔いは、一時に覚めた。 ありがとう。もう飲まない。たんとたーんとからかいなさい。おや僕は、僕は、本当に飲んでいるのだよ。改めて、娘の瞳を凝視した。だって、娘は、濁りなき笑顔で落ちた。誓ったのだもの。飲むわけないわ。 ここではお芝居、およしなさいね。点から疑ってくれなかった。男は、キネマ俳優であった。岡田時彦さんである。千年亡くなったが、地味な人であった。あんな切なかったこと、ございませんでした。と、 しんみりじ回っかいして、行儀よく、紅茶を一口すすった。また、こんな話も聞いた。どんなに長いこと散歩しても、それでも、物足りなかったという。ひとけなき夜の道。女は、 息も怠大の思いで幾度となく胴をくねらせたけれども大学生はレインコートのポケットに両手を突っ込んだままさっさと歩いた女はその大学生の怒った肩に己の丸い柔らかな肩をこすりつけるようにしながら男の後を追った 大学生は頭が良かった女の発情を察知していた歩きながらささやいた「ねえこの道をまっすぐに歩いていって三つ目のポストのところでキスしよう」女は体を固くした 一つ、女は死にそうになった。二つ、息ができなくなった。三つ、大学生は、やはりどんどん歩いていった。女はその後を追って、死ぬより他はないわ、と呟いて、我が身が雑巾のように思われたそうである。 女は私の友人の画家が使っていたモデル女である。花の衣服をスルッと脱いだらお守り袋が首にプランと下がっていたっけとその友人の画家が苦笑していた。また、こんな話も聞いた。その男は 鼻肌身だしなみが良かった。鼻を噛むのにさえ、両手の小指をツンとそらして行った。洗練されていると、人も己も許していた。その男がある微妙な罪名のもとに、牢へ入れられた。牢へ入っても、 見出しなみが良かった。男は左肺を少し悪くしていた。ケンジは男を病気も重いことだし、不起訴にしてやってもいいと思っていたらしい。男はそれを見抜いていた。 一日、男を呼び出して尋問した。ケンジは机の上の医師の診断書に目を落としながら、君は肺が悪いのだね。男は突然咳にむせ返った。コンコンコンと三つ激しく咳をしたが、これは本当の咳であった。 けれども、それからさらに、コンコンと、二つ弱い咳をしたが、それは、明らかに嘘の咳であった。身だしなみの良い男は、その咳をしましてから、なよなよと孔兵をあげた。本当かね能面に似た、修麗な剣治の顔は、薄笑いしていた。 男は、五年の懲役を求刑されたよりも、惨めな思いをした。男の罪名は、結婚詐欺であった。不起訴ということになって、やがて失労できたけれども、男は、その時の検事の笑いを思うと、五年のちの今日でさえ、居ても立ってもいられませんと、やはり、天下に、嘆いてみせた。 男の名は今になっては少し有名になってしまって、ここにはわざと明記しない。弱く、浅ましき人の世の姿を冷たく三つ劣気したが、さて、そういう大公自身はどんなものであるか。これはかの新人教作、 源動の街の、なでしこ、はまゆ、つばきなどの、ちょいとちょいとの手招きと変わらぬ、早春コント集の、一変たるべき、運命の部分。知りつつも、奪取三号を得たくて、ペン百巻の杖よりも重き重い。忍びつつ、ようやく六枚。明らかにこれ、ハレンチの姿勢倍分の共柄。浅さましとも、恥ずかしとも、 一人では大化のような気で折れと、誰も大化と見ぬぞ悲しき。一生。